今日も皆さんおあすです。現在私は日本一周ツーリングの旅の途中なんですけども、今日は和歌山県の広川町の方に来ております。後ろが紀伊水道になりまして、海の向こうが四国の徳島という位置になります。ということで今回は和歌山県の西の方のエリアをツーリングしていきます。私このバイクに乗る前に CB400 スーパーフォアに乗ってた頃によく来てて、で和歌山ってすごい山と海とあるのと、あとおしゃれなカフェとかがすごい多いんですよね。山の方はね、私が一番好きなね、下北山村っていうところがあるんですけど、そこがすごい桜が綺麗 でバイクと一緒に写真が撮れるんですよ。で毎年ね行ってましたね。今からですね、由良町のお食事処に行きたいと思います。他ではなかなか食べられない食材を使ったお鍋をいただきます。不思議な岩だらけですね。すごいけど白いんですね、この岩も。ここですね。お待たせしました、鍋ランチです。ありがとうございます。これめっちゃ楽しみ。クエ食べたことあるけど近代のクエは初めてですね。うまっ。近代クエはふわっとした柔らかさの中に心地よい弾力があるんですよ。うん、そして味は繊細な白身なのに脂が乗っていて、少し味が濃いオリジナルポン酢と絶妙にマッチします。めちゃくちゃ美味しかったです。クエおかずにご飯最高。ここ、うまっ。次はみなべ町で名産の紀州備長炭を使ったお土産作りをしに行きたいと思います。私今日本一周ツーリングの途中なんですけれども、やっぱいろんなことがねありましたね。一番思い出に残ってるのが石川県のライダーハウスでドラム缶風呂を経験したんですけど、自分で火を起こして
沸かさないといけないんですよ。上手い人だったら30分でできるところを私1時間かかったんですよ。でやっと40度近くになった時に、あ、もうこれで入ろうと思って入ったんですけど、火がついたまま入っちゃったもんだから、そのままだんだん温度が上がってきちゃって50度まで達しちゃって、危うく自分で自分を茹でちゃうところでした。黒潮フルーツラインに入りました。上の花めっちゃ綺麗、いっぱい咲いてる。お、見晴らし峠ですわー、アップダウンが激しい。なくすためにあなたは何ができますか？飲酒運転はどうしてなくならないのでしょうか？飲酒運転は絶対ダメ。八重の里ドライビングスクール。大阪別府へ行くならサンフラワー。家族で楽しい、みんなで嬉しい、二人でゆっくり、ずっと感動、サンフラワー。バイクライフ向上宣言、二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え、イベントも盛りだくさん、車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート、ライダーズスタンド二輪館。例えば記録映像、同感のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、同感のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、同感のことならバンズデコ、バンズデコ。今からこちらの紀州備長炭を使った風鈴作り体験をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、ちょっと不器用なんですよね時間はだいたい早い人で30分、遅い人でも1時間あれば組み立て上げられます。で、この2本の先をここに入れるんですけども、糸をくるくるってしたらですね、そうですね、今触れば触るほど糸の先が4本になりましたあ、できる、できますじゃんできちゃったさすが。それでここにボンドを用意してます、はい、ボンドを先に塗った状態で差し込めば完璧に中でくっつきますので、はい、あ、なるほど、よく、はい、そうそうそう。では次に中に付いてるこの振り子を取り付ける作業に入ります。はい、完成しました。おお、すごい。80点ぐらいですね。まあ、ここの棚棚が揃えば100点だったと思います。でも、綺麗な音になりますし、いっぱいお手伝いいただきました。私と先生の合作です。おー、海が見えましたね。白浜町に入りました。うわー、よく行ったな。海鮮が新鮮で美味しいですよね。海きれい、その城、
私が選んだ生かげろうはこのプレーンの生かげろうとイチゴとレアチーズの3種類になります。まずはプレーンからいただきます。見た目はお土産のかげろうとあんまり変わりないけど、うん、ふわふわ、あ、うーん、めっちゃ美味しい。生クリームがそんなに重たくないんですよね。なんですごいペロッといけちゃう。これ何個でもいけちゃいますね。どっち食べようかな。いやけどやっぱイチゴかな。うん、うん、うまっ。さっきのプレーンも美味しかったけど、なんかイチゴが合わさることで甘酸っぱい感じも入ってるからすっごい食べやすい。めっちゃ美味しい。うん、これもう一本いけるな。美味しそう。ピスタチオ乗ってる。うん、すごいさっぱりしてる。うん、チーズきた。後からチーズがきますね。甘さ控えめでさっぱりしてて一瞬でなくなっちゃった。もう2本ぐらい頼もうかな。2本じゃなくて4本いけんな。ツーリングの未公開シーンやお得な情報満載のフルバージョンはレッドバロンツーリングナビで公開中。気になる人は今すぐアクセス。